はい、それでは、早速スピーチの方ですね、お願いしたいと思います。まずトップバッターですね、上智大学教授で市民連合の呼びかけ人でもいらっしゃいます中野浩一さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました上智大学の中野浩一と申します。安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合の呼びかけ人も務めています。今日は冒頭30分ぐらいしかいられないんですけどっていうふうに三沢さんに申し上げたんですが、まあ、それでもいいっていうふうに言っていただいて、なんか大変恐縮なことにトップバッターになってしまって申し訳ないと思ってるんですけれども、ちょっと無理してでも今日ご挨拶に伺いたいなと思ったのは、先ほど三沢さんもおっしゃった通り、私にとって、そしておそらく私たちにとって脱原発の運動がやっぱり原点だと思うからなんです。この間私は、まあ、安保法制の廃止を求めて、そして利権主義の回復、個人の尊厳を擁護するような政治を作り直さなきゃいけないという思いで、仲間たちと一緒に、まあ、市民連合を通じて野党の共闘、より大きなブレーキを作って、そして新しい選択肢を有権者に与えられるような政治を作りたいというふうに思ってやってみました。で、その中でなかなか金曜日官邸前には来れずに来ています。そういう意味では、まあ、今日に限らずですね、足しげく金曜日にお出かけになっている皆さんには本当に感謝の思いがあります。なぜ原点かというと、まあ、今日これから帰らなきゃいけない理由なんですが、全くそんななんか特別なことではなくって、おそらく皆さんも多くそういう方いらっしゃるんだと思うんですが、小学生の子供がいて、まあ、一人っ子なんですけれども、彼をちょっとサッカーに連れていかなきゃいけないっていう、で、まあ、ふざけるなって話なのかもしれませんが、私にとってこれは大事なことで、まあ、多分もうちょっとするとですね、男の子なんて口も聞いてくれないだろうなと思うと、今のこの時が惜しくて、できるだけいる時は一緒にいたい。ただ昨日も、まあ、愛知の方で講演があって1日いなかったりとか、まあ、平日ももちろん一応仕事してますので、なかなかですね、思うように時間が割けずにいる。でもおそらく多くの皆さんがそうだと思うんです。日常の中、生活の中でこれ以上政治に、そしてデタラメな経済に私たちの暮らしを壊されてはいけない、そしてその負の遺産を子どもたちの世代に残していくようなことをしてはいけない、その思いで大人が責任を持ってこの政治を、この経済を、脱原発を実現していかなくてはいけない、そういうふうに立ち上がって皆さん来られたんだと思うんです。道のりは遠い、しかしこれは私たちの責任、私たちが主権者であることから逃れることはできない、そういう思いでこれだけ多くの方たちが、まあ、ここ何年間になってしまいましたけれども、大きな力を作ってきているんだというふうに思っています。二つ目の点というのは、まあ、これの鏡絵といいますか、向こう側の絵でもあるんですけれども、こんな無責任な政治や経済を許していてはならないということだと思うんです。東京電力の勝又さん、この間も出てきて、まあ、皆さんも目を追ったと思うんですよね。これかと、まあ、そして政治家、先ほど三沢さんから言及もありましたけれども、この政府、後先考えない経済、そして放射の廃棄物を残していく、福島をここまで壊したそのまんまで、私の息子の学校にもいわゆる自主避難、区域外から避難されてきたお友達がいます。そうやって多くの人が生活が壊されたままなのに、まるで何もなかったかのように一切責任を取らずに、責任の所在は私にありますと、なんか胸を張ってそれだけは言うんですけれども、責任は取らないんですよね。で、それに対して立憲野党の、まあ、今日いろんな議員の方がお話になると思いますが、私たちと同じに苦労しながら、そして失敗から学びながら、やっぱり責任を取らなきゃいけないっていうことで皆さん頑張ってるんだと思うんです。これからいよいよ来年になってくれば選挙が続きます。地方統一選挙、そして、参議院選挙、まあ、場合によっては衆議院の同一選もあり得るかもしれないという噂も少し流れています。逆に言えば私たちがこの政権を退場させる、そのチャンスがやってきているということもできると思うんです。毎日毎日の皆さんの地道な取り組みの中から、そして叱るべき時にはより大きな盛り上がり、うねりを作っていくように、私も皆さんと一緒に頑張りたいというふうに思います。ぜひ今日は、まあ、せっかく暖かい一日になりましたので、お時間の許す方は私よりも長居していただいて大変申し訳ないんですが、
ぜひですね、大きな転機を、またみんなで迎えられるように、そういう日が一日でも早く来るように、一緒に頑張っていきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では